アコースティックスイングな感じ満載でもって、ヨッシーアイランドからヨッシーアスレチックのテーマ、いい曲です、いい曲ですね。ヨッシーアイランドの時にはこの近藤さんが作曲されて、はい、そうです、続編のヨッシーストーリーの時にはそうなんです、戸高っていう、あ、そうですか、まあ、はい、自分でまあ続編作るっていう時はもうすごい難しいんですけど、その人の作ったゲームの続編を作るっていうのは もっと難しいことだと思うんですけど、そうですね、それをやってくれました。あ、そうですね、じゃあ、はい、お互いに、近藤さんの後をついてですね、大変なタイトルの続編を作っていらっしゃる、お二人の若いスタッフご紹介いたしましょう。はい、任天堂情報開発本部制作部の、音楽担当戸高さんと、永田さん、どうぞ。どうも、はい、ほら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 、あのリクエスト来てるから、はいはいはい、はい、じゃ あのポーズ取ってね、ちゃんと。バッチリですね、写真撮影引かないの、後で任天堂ドリームかなんかに写真載りますんでそれ買ってください。ほんとそっくりやね、ね、いえいえ、まあ実はですね、もちろん皆さんご存知の通り、動物の森のキャラクターのトタケケというのが、このトタカさんがモデルということでもって、多分座ってる暇ないよ君。実はですね、これらのギターを持って犬の姿に身をやつしていますが、すごいビブラフォンの上手い人だということで。ありがとうございます。そんな言っていただけると、いやいやいや、緊張してしまうじゃないですか。緊張してます。大丈夫ですか。そんなそんな、戸高家のように、素直に、ね、やってくださいよ。実はね、ビブラフォンを、演奏なさるというのですね、今日はね特別に、有田君の、ガットギターと戸高さんのビブラフォンでもって二人だけの、大人のおしゃれな感じの、セッションをやっていただきたいなということでって、はい、じゃあ一つどうぞスタンバイに。はい、わかりました。はい、行ってらっしゃいませ。だから行きます。座ってる暇ない。いや、またディレクター様、ご紹介を。はい、では僕も大好きな曲なんですけども、ヨッシーストーリーから、海辺のヨッシー、お願いします。
大人な感じでしたね。